だ、ゴー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 。青春のラブタイム、競うみたいに汗を。ごめん、現実突きつけたつもりはないんだ、許して。いやね、火曜だけど頑張ろうぜって。韻を一個も踏んでない、すごい。ぐさって感じ ぐさって感じ、結構刺さった。韻踏んでなかった？踏んでる顔で今歌ったんだけど、ラップバレたか。なんか窓みたい。ハートってさ、どの角度から見ても可愛いですよね。韻がすべてじゃないの、ラップ。よし、ありがたい。リズムとフローも大事だよ。フロー。 I don't know。あ、ひゃちゃん、今日みんなにね、紹介したいものがあるんだ。これひゃちゃんが見つけた、まあちょっと特に女の子になっちゃうかも。でも男性の方も使えます。これ持ってたらなんかもう何でも私いける気がしちゃったのね。これ、なんかアホ毛マットメイクスティック、ヘアスティック。女の子です、女の子。じゃあ女の子のみんな聞いて、みんな女の子だよね。今の時代男女関係ない。見てください、これ。なんかアホ毛をね、整えるやつなんですけど、髪がごめんなさい増えないんですけど、これね、買ったことなくて、いつもまとめージ使ってたの。え、待って待って、男性の方でも使えるから聞いて。これマジですごいんだって。これマスカラみたいじゃん。こっち魔法毛あるんですけど、いやもう私これ人生変わったわ、これ使って。なんで今まで買わなかったんだろうって思って。いや、まとめージもめっちゃ素晴らしいんですけど、これめっちゃすごいんでね、私のね、今最高の使い方はね、これじゃないの、アホ毛じゃないの、前髪なの。ちょっともう固めちゃったからあんまりあれなんですけど、いやいや成功して、ちょっと鏡見てないから。使えるうちに買うわ。お、髪の毛の大丈夫、今買っとこう。これさ、前髪私これ巻くんですね、アイロンで。で横に流すので、流してなんかまとまらないんです、前髪が。とにかくもう固めちゃったからあんま説明できないんだけど、でうまくなんかまとまってくんないなみたいな、櫛で解いたら広がるしみたいな時にこれ使ったらね、なんかすごいわけ。もう前髪がまとまっちゃって形が綺麗になるの。もうこれでケープしたら完璧なんですけどと思って、なんか買ってよかった。これみんな買った方がいいよ。いや男性の方も、なんかもうやばいやばいやばい、アホ毛やっべって時にこうやって。ちょ、鏡ないからよくわかんない。みんなこれ買って、これも最高、これ本当に最高。あといい香りする、これはもう超いい。寝癖は治んない。これもう本当に最高だよ。アンドハニーのやつ、私今日買ったの。アンドハニーさんじゃなくてもいいけど、でめっちゃいい香りでした、アンドハニーのやつ。レジ持ってくのはずい？大丈夫だよ、
むしろ意識高くていいんじゃない。なんかでも色が3つぐらいあったんだけどよくわかんないから、何が違うかよくわかんなかったからとりあえずピンクにしました。なんか薬局で買えますよ、薬局で買った。なんかよくわかんないけどこれ買った。モテる？モテるね、モテる絶対。これ買ったらみんなモテモテで爆モテしちゃう。なんかピンクはピンクが可愛かったからピンクにした。もしかしたら色で理由あるのかも。いやもう爆モテするよ。この人どこに塗るんだろうって思われる？言わせんな。大丈夫大丈夫、今頑張ってんのかなって。大丈夫大丈夫、いやそんな気にしないで前向いて生きていこうぜ。これめっちゃいいよ。結婚もできますか？まあ四捨五入でできると思う。うん、あかっこ米印個人の感想です、そこに出るからね。めっちゃこれいいよ。私の前髪必須アイテムは最近はねこの前髪グルーだったんですよ。だけどこれも追加になりました。この2つ、これまたこのさ前髪グルーって私のかな。あ古いやつだ。あれ今日買ったやつどこ行ったんだろう。ひなちゃん昨日買ったやつあるんだけど、ま、どっか行ったわ。ないえ本当に泣いたんだけど、昨日買ったばっかなんだけど前髪グルー。え1000円ぐらいするから地味にちょっとさ高いなって思うんだよね。えおすすめ、ひなちゃん何かとおすすめしがちだよね。いいじゃん共有したいの、みんなに共有したいの、これ良かったよって。あとラネーゼもおすすめ。えマジで昨日買った。いやでも昨日さ放り投げちゃったんだよねどっかに、その自覚はあるんさ。でもその後なんとかした気がするんだけど。ペン、あとね今日ローソンで一番くじしてきた。そしたらマグカップ当たった。えなんか放り投げちゃったんだよ、なんか邪魔だなと思って。放り投げたっていうか机に放置してその後なんかどっかに適当にプイってした気がする。いやポイはしてないか。いやでもなんかポイみたいな、四捨五入でポイみたいなことはしました。マグカップ当たりました。グレーのピンクが良かったけどグレーでもグレーもなんかめっちゃ可愛い。そポンって置いただけ、放り投げたら嘘。何しようだろうね、分からん。16番、感じです。そう俺もよくカメラぶん投げるからわかる。私はわかんない、カメラは投げないもん。そんな大事なの投げない、怖いもん高いくて。カメラって高いんでしょ、めっちゃ高いんでしょカメラって。投げれない。10え何十万もするじゃないの、それは嘘。10何万ぐらい。カメラは投げん。はい、え、なんかさみんなさ亀子さんさ亀子さんってさみんななんか
ごっつカメラみたいなの持ってるよね。すごいさ、ごつ、なんかもうすごいレンズビームが出せそうなさ、もう激デカだよね。そう、バズーカみたいな、なんかこんな太いのってもはや何があるみたいな。そう、射撃用みたいなカメラ、そのでかい、そのこの直径には何の意味があるんって感じの。なんかもうこんな長いのもあればさ、こんなぶっといのもあるじゃん、すごいねって思う。でもあんま画質よく撮られると結構焦っちゃうかも、ひなちゃん困る。なんかもうめちゃ画質よく撮れるんでしょう。やだ、怖い怖い。毛穴までバッチリくっきり、やだ怖いんだけど、やめて。怖い、嬉しいけど怖い。風、ちょっと覗いていいけど、やだ毛穴取らないで、怖いよ。もういいカメラでぼやかして撮ってよ。でもいや毛穴あるから、人だから、やだ怖い、やめて。でも撮られるの楽しみ、でも神子さんの写真楽しみ。写真撮られるのはでもめっちゃ好き、まんざらでもなんかポーズしちゃう。撮らないでとは言ってない、むしろ撮ってって言ってるの、撮ってほしい。でもなんかアンレームのイベントってさ、撮影可能がまあまああるんですね。そうだから、あの最近はパフォーマンス中に絶対に半目と瞬きしないようにめっちゃ気をつけてる。半目で撮られたくないからもう戦ってる。でも可愛い動画とか写真撮られると嬉しいから、封印してくれてるけどさ、持ってるんでしょ。やだ絶対ブチャイクなんだけど、ね、ひなちゃん昔めっちゃ半目多くない？すごいさ、目閉じてた記憶はあるんですけど、もうで消してくれていいんだよ、半目の写真とか動画なんていらんでしょ。ああ36日ありがとうございます、 Thank you、 ごめん、猟奇的な目してる動画ある。何それ、何してんの、ぼーっとしてるやつじゃなくて。やだ
最近もう歯めっちゃ気をつけてる。ニコニコしてる。歯目いらん。なんで歯目も好きなの？でも嬉しい、取られるの。今日は一発ルーム楽しかった。かすみめっちゃ面白かった。今日なんかでも配信以外のところ楽屋で喋ってる時もめっちゃ喋ったの、3人で楽しかった。マジで仲良すぎかよってぐらいめっちゃ笑ってた。面白かった。かすみ面白いのがいいんだって。面白い人がいいって。ひなちゃん面白いって言ってくれた。ランキングだとおもろないみたいな感じだった。いやでもかすみにひなちゃん谷の先生ならなんかなってほしいランキング最下位でちょっとムムムって感じでしたね。絶対さひなちゃんいい谷の先生なれると思うんだ。だってさ結構私行事ごと結構ガチでやるタイプだし、結構他人のセンスいいと思うんだけどな。面白い授業できると思うんだけど、ひなちゃん絶対眠くならない授業やるよ。絶対つまらなくないやつするし。結構ちゃんとできるよ。結構ちゃんと授業できる。みんなが皆勤賞したくなったり宿題出したくなるような制度も作っちゃうよ。授業は撮影かですか？TikTok なら OK TikTok なら OK。 教科は何？教科何がいいかな。世界史とか公民とか社会かな。社会かな。歴史もし賢くはないかも。世界史の先生になろうかな。どう？世界史。結構いけるんちゃう？
返しにしよう。日本史でもいいけど、社会かな。物理は苦手や。全然物理苦手なんだよ。なんでみんな物理がいいの？なんで？物理全然できない。ここの物理簡単？はあ？むずいんだけど。みんな理系なの？みんな理系？文系？どっち？理系？え？文系？文系？理系？理系？銀河系？かっこよ。両方？文系？文？文？どっちも無理。おう、どまい。理系？文系？おうおうおう。え、なんかでも理系結構多くない？家系、それラーメンや。あ、なんか結構理系多いね。え、理系多いね。そうなんだ。ボケ、みんなボケた？大喜利じゃないよ。大喜利してきたな。え、理系多いの？なんで理系多いの？めっちゃすごくない？理系むずいからな。みんなもうちょっと大喜利じゃん。ちゃん系、ボケ、やけ。え、理系すごいね。あ、ばばば、落ちた。あぶねえ。あぶな、落ちちゃった。別にいいけど、座ってるだけだから。ごめん、中華鍋だから。ごめん。いや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 。アクシデント、アクシデント。残念、スカート履いてないからね。ちごめん、中華鍋めっちゃうるさかったかも。ごめんね。ごめんち。私全然もう私一回蹴って落としたから、もう落とさないように気をつけてんのよ。理系苦手なんですよね。全然苦手、うん、苦手じゃないんだけど、まあ教科そもそも勉強が苦手だから、勉強したら多分全然いけると思う。私勉強やる気になれば理系でもいける気がする。謎の自信ね。勉強しなかった、生物基礎を取ってたんだけど、でも生物基礎の先生難しかったんだよね。結構なんかき、うん、難しかった。高校で生物、うん、なんか先生が難しい問題めっちゃ作ってたから。暗記ゲーも確かに、わ、いいこと言うやん。勉強なんてできなくたってもっともっと大丈夫な。ありがた。でも結構理系の方が好きだったりはする。理系、うん、まあ、うん、区切れないけどな。気まず、そう、なんかでも、あ、
勉強なんてできなくたってもっともっと大事なことがあるか。こんなに大きな青空ないのじ寝転び叫ぶ自分に正直に俺は生きてる。トゥルトゥルトゥ聞いたいやけ君が歌詞か。確かに言われてみれば勉強したら。でも私数 B が苦手なんです。数により B が苦手でどっちも苦手だったんですけど、苦手っていうかもう勉強しなかったから。絶対やったらできるの私。絶対私勉強したらできると思う。しなかったからできなかっただけで、ちゃんと勉強したらできると思うの。 B 取る取る、え取るっていうか 2B そうありました。いやひなちゃん意外と取ってたんだよ 2B までやるの高校の時。いやなんかコースがあったんだけど、聞こえはいいんだよ。そうコースあったんだけど、そう聞こえだけはいいコースになんかかっこいいからって入ったのね私。そうもう一度聞こえがいいコースに入ってたの。そうかっこいいからって理由で撮って、もうなんか地獄を見たよね私。普通に文系コース行けば生物基礎とかなんか数に B とかなんか B まで多分やんなかったんだけど、そう私立文系コースじゃないの取ってしまって、かっこいいからっていう理由でね。そうそう全然頭良くないのにしまって、もうテスト地獄を見ましたよ私。なんか私立文系となんか国立文系とかも分かれてたんですよ。国立理系とかなんか分かれてて、そう全然勉強できないんですよマジで。全然勉強できないし、全然国立なんて行くつもりも一つもないのに国立文系取りました。悪った。おかげさまでめいちゃめちゃ成績悪かったよね。しかも同じコースの子5人ぐらいしかいなくて、もう本当に死にそうでした。まあまあ懐かしいよねそんなの。まあAKB 入ったから全く関係ないんだけどさ、誰よりも就活成功してるから余裕やで。そうでも絶対ひなちゃんと高校生活したら楽しいよ結構ガチで。絶対いやもう私結構行事ごともうめっちゃ張り切るタイプなんで、もう体育祭とかめっちゃ張り切ってなんか応援団とか入っちゃうし今後結構授業中も喋るし、そう結構そうだよ、いろんなことするよ。もう応援する
帰りとかも結構ワイワイするしたいタイプ。いいだろう。いやでもそんな友達多くなかったけど、全然全然なんかあんまりワイワイタイプじゃなかったけど、部活やってたよ。部活やってた。いいね。合唱部入ってたよ。合唱部でした。まあ平社員だけどね。もうなんかもうパートみたいなあれですけど、私やっぱ役職もないし、いやもう本当にその中高合唱部、もうなんか本当にペーペーパートみたいな、パートなんていうの、アルバイトみたいなぐらい、本当に平社員でした。私ランクが平社員の中でも下みたいな。だからな、めっちゃ楽しかったけど、そう。でも体育祭とかしたいな、また体育祭したい。体育祭鉢巻き可愛く巻きたい。絶対楽しい。なんか猫あの鉢巻き猫耳にしたりしたよ。してつけた友達と、なんか猫耳みたいにして結べるんです。それをつけて送ってやってた。ああ17、18期の体育祭みたいなやつ、もうめっちゃ楽しかった。あれリレーしたい。私めっちゃリレーとか超ガチで走るタイプですよ。安心して、楽しかったな。ね、AKB で体育祭なんか大運動会したいな。でもな、さえちゃんとか走るの早いから全然勝てないわ、さすがに。意外とひなちゃん動けるんだよ、こう見えて。18期だったらアンカーダントツさえちゃんだな。逆にでも一番早いから一番最初のスタートダッシュをさえちゃんにしてもらうっていうのもあり。さえちゃんスタートダッシュ早いから、かな。かすみんは遅い。かすみんは遅い。もうゆいとかすみが遅い、ほんとに。でも絶対楽しいからやりたいな。今日寒いかったね、ちょっと昨日に比べたら。みんな早く寝ようね、季節の変わり目だから。寝るかね。夜とか朝寒いよね。寒くて起きるの嫌になってきちゃいました最近。もう冬は起きれないんだよ寒くて。今日絶対早く寝る。
邪引きそうだよね。ポカポカにして寝ような。じゃあランキング読みます。2分だから今読める気がする。読みますね、ランキング。待った方がいいかな。いや、今いけるな。じゃあランキング読むね。みんな、ちょ、最近夜更かししすぎだからね、早く寝よう。じゃあ読みます。13位、キサキちゃん、ありがとうございます。12位、ももちゃん、ありがとうございます。11位、はやりんごさん、ありがとうございます。変わった。え、なんで今変わったの。ひよちゃん、私25分から始まったのに、なんでなんでなんで。読み直しますね。なんでなんで、なんか操作されてる。うん、13位、うなぎまんさん、ありがとうございます。12位、ももちゃん、ありがとうございます。11位、はやりんごさん、ありがとうございます。10位、ジロリンさん、ありがとうございます。9位、スロキチさん、ありがとうございます。8位、関根さん、ありがとうございます。7位、シーサーさん、ありがとうございます。6位、ひらばさん、ありがとうございます。5位、つなちゃん、ありがとうございます。4位、356たけさん、ありがとうございます。3位、ももの旦那さん、ありがとうございます。2位、りょうさん、ありがとうございます。1位、ナーラブさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。早く寝るんやで。12時までには寝ような。ゲームはするが、さすがに夜更かしはね。私も狩猟本部21とか目指して頑張ります。バイバイ、おやすみ。